私の持病である期待に応えちゃう病、うん、いや本当にその病治した方がいいな。この前ね沖縄のホテルで発症しちゃったの、うん、何ホテルのね朝ごはん食べる時にブッフェ形式 で、うん、で卵料理をオーダーすると作ってくれるオムレツとか ありますね、ね目玉焼きとか、うんうん、でそこの前にこうスーッと行ったらあのシェフが英語で聞いてくるわけよ、うん、どんな卵料理食べますか、うん、みたいなこと、うん、きっとアジア方面の観光客の方と思ったんだなって、うん、でそこでね、まあ、目玉焼きですとかオムレツですとか日本語で言えばいいじゃない、うん、でもあ今私海外から来た観光客っていう立場を期待されているの、うんうん、なるほど思っちゃった。本当に病気だね思わず本当に英語で答えちゃった。なんだっつったのオムレット、あなんて言ったんだろう、あ I'd like to have boiled egg みたいなこと言ったの。うまいじゃんっていうようなことをつい言ってしまってあーやばい、うわマジで病治ってないって思っちゃった。すごい病だね、ほんとちょっと低レベルっすねいや信じらんない。まあでもまあ、うん、ね身を切ってないからね、まだそのお金が出てないからまだいいですけど、うんうん、でもなんでこんな些細なことでっていう、うん、ね、うん、そのまま日本語で、ね、別に返せばいいことなのに、ことなのに基本あの羽田さんは降りかかってくる火の粉を払いのけるだけで精一杯なんですよね人生でね、うん、だってさ自分から火の元を消しに行くってことはないですよね、うん、そういう余裕がね、難しいよ。だってそののんびりした感じなのに、うん、ブチ切れるの一瞬じゃないですか。だから沸点が低い割にすごいゆったりしてるっていう、いや分かりにくいよこれ一般の人にはやっぱり。そうか分かりにくい分かりにくいか。おっとりゆったりだったらずっとそのキャラで統一してほしいんだけど、うん、発火だけが早いっていう、えもう燃えてるはって、ね、急に怒るしねそれまでねうーんってのんびりしてたらね面白すぎる急にテンポチェンジするんだよねすごいわ。そうだよね。でもまあ私の病がね治ってなかったってことが分かったので最初に言えばいいって。そうそう、だからそう解決法を自分で考えられてないですよね。まだそこまで余裕がないですよね、うん、言うゆで卵くださいって言います。次は頑張ってください、うん、頑張りますでは所長始めましょう。感情言語化研究所、感情の言語化について研究してみようではないかという探究ラジオ、研究所所長作詞家でシンガーソングライターの畑明です。その感情を言語化してみませんか。マスコットキャラクターそして漫才師個別部社協の三木太郎です。この感情に名前ある、この感情なんて言ったらいいの、言語化以前の感覚を皆さんと一緒に言語化してみたいと思います。はい所長、今日も感情言語化について探究進めてまいりましょう。はい進めましょう。今日もメール届いております、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さすらいの反逆僧さんからいただいております。はい、さすらいの反逆僧さんありがとうございます。本編久しぶりですね。はい、思いを伝えたくてたくさん喋れば喋るほどどんどん伝えたい思いから遠ざかってしまうような気持ちになります。たとえ感情を言語化できたとしてもそれを受け止める人は他人であり同じ感情を共有できないのかなと思いました。人は感情や思いや世界観を共有できているのでしょうか。今まで大体伝わればよい、その人なりの解釈でよいということで妥協してきました。日常生活や芸術鑑賞であればそれでよいと思いますが、究極的には人は本当には分かり合えないのかなと思いました。そもそもある感情を言語化した時点で言語化という歪みや制限を受けているわけですし、その言葉からさらに他者が元の感情を改めて構築し直すわけですし、それにしても人は究極的には分かり合えないというのは寂しいです。私のこの感情、この思想、この思いは誰にも正確に伝わらず、私が死んだら消えてしまうだけなのでしょうか。はい、さすらいの反逆僧さんありがとうございます。こういうことは私もよく考えますね。まあ、ね消えてなくなっちゃうのかな、いろいろ感じてたことも考えてたこともっていう、そしてね人は本当に分かり合えないのかって、極端だよ、うん、
わかるけど極端、その言語自体を否定しちゃうからこれだと。ああそうかそうか。だから分かり合えないんだったら虚しいねじゃなくて、うんうんうん、それでも努力をするっていうことは別に悪いことじゃないと思うし、うんうん、伝えを分かってもらおうなんていうのはやっぱ傲慢だと思います、うんうん、例えばリンゴっていう言葉を聞いた時に同じリンゴを思い浮かべてるかどうか分かんないですけど、赤いあの果物をみんなが思い浮かべられてるっていうことは、うん、間違いない事実ですし、うんうん、その細かい誤差はありますよもちろん、うん、リンゴに対してネガティブなイメージポジティブなイメージ、人それぞれやっぱニュアンス違いますからね、うんうん、だからそれは正確には伝わんないですけど、うん、まあだからその全部が伝わるってことはないないね。だからまあ大体でもいいんだよ、うん、でもその努力自体は無駄じゃないよね。そうだね、私も多分、うん、人は本当に分かり合えないんだなって思ってる、うん、思ってるし9割8割もうないなって思ってるんだけど、うんうん、ただ伝わんないよね、分かり合えないよねっていうことだけを、そうだよね分かり合えないねっていう共感ができればいいかなって思う。うん、なるほどね、うん、そうだよね、うん、私たちも分かり合えないよね、うん、でも分かり合えないってことをお互いに分かってるよねって思えれば、なんかそこがちょっと救いになるっていうか、うんうんうん、救いになるし、そうだね、なんで分かってくれないの、うん、じゃないもんね、うん、分かり合えないよねっていうことをお互いが共通認識持てていればよい、うんうん、ごめんね分かんないそれはっていう、うん、でも私のこういうとこも分かんないよね、うん、そうだよね、うん、お互い分かり合えないね、うん、で話ができる人だったらいいなって思うかな、うん、自分と仲いい人が。なるほど、うん、そうね、まあだから、うん、その言葉を紡げば紡ぐほど、たくさん喋れば喋るほど遠ざかってしまうっていうのは、うんうん、どうなのかな、まあそうなのかもしれない、うん、じゃあ短くてもいいじゃんとか喋らない方がいいかなとかっていうのはまたなんかそれは違う気がするんだよな。そうね、うん、俗な言い方だけどね、数打ち当たる的な、何かもしかしてかするかもしれないっていうのもあるよね。まあね、うん、こう言語化してるうちに自分で気づいていくこともあるじゃない、ね、うん、待てよこういう流れで自分は考えていたのか、うん、っていうことはこっちの流れから伝えたらもしかして何か伝わることがあるのかもしれないとか、ね、まあ、だからその感情を言語化した時点で言語化というまあ歪みができてきて制限を受けている、まあ、つまり自分で伝えたい思いなるものがそもそもあるのかっていうことですよね、うん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 、形の捉えどころのないスライムみたいな感情があって、うん、でもそれをなんとか言葉にしようとしても、そのまず正確にそのスライム状のもの何かを言語化することが難しい、うん、言語化した時点で正確ではないというね、うん、そうだね、そこで音楽があるわけですよ、そこで音楽そうですよ、その話につながっていくのか。いやだってその捉えどころのないねスライムのようなものを曲に込めれば、うんうん、こう自分が一応曲に込めたっていう事実が残るじゃない、うん、それは、うん、100% 受け取れなかったとしても、うん、いやここに込めてみましたよ、その込めたこと自体はもう自分にとっては確かなことなわけだから、あんなスライムのようなものがここに形となって現れたぞと。なるほどね、うん、ジップファイルにしてるわけだ。まあそうね、うん、そう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 、歌というね、まあでもそれ昔の人が和歌を読んだりとかしてた人たちもそうですからね、うんうんうん、説明をしようとするとそこが生まれるけど、まあ作品を媒介としてってことになると、うんうん、少なくとも自分は裏切らないというね、うんうんうん、そして伝えようとした気持ちは残る、伝わんなくても、うんうん、なるほど、うん、だからやっぱり伝えようとした分かろうとしたっていうことが大事であって、うん、伝わったかどうかではないのかもしれないですね。うん、そうだね、うん、いいよ分かり合えないよどんなに長く付き合ったって分かり合えないと、うん、すごい畑さんのこう、うん、音楽世界みたいな感じになってきましたね。本当だ、ディスコミュニケーションやっぱり人格がね、うん、音楽性にね現れちゃうのかな、うんうん、以上感情言語化研究所でした。
目が疲れるとね、うん、頭痛がねひどいんですよ、うん、眼精疲労の頭痛がひどいんで、うん、動画編集はねほんとちょっとずつしか進められない。いやだから畑さんが動画編集する必要あるこれ、うん、最近ねちょっとね思ってきたなんでこんな目シパシパさせながらやんなきゃいけないんだろうこれは趣味で良いのではって、うん、そうですよ ね極めなくて良いのではって思ってきたので、まあ、 あの趣味でね、はい、ちょっと編集してみたね、はい、あのディープブルードロップス新曲の撮影時の、 あの趣味動画、それにしたら結構レベル高いですけどね趣味動画を作ってみたので、うん、ぜひ YouTube で見てくださいね。はい、はい、そして還元券ではお便りお待ちしてます。感情に関すること何でも、感情にチクリと刺さったくだらない疑問、曲の感想、普通のお便りも歓迎です。お便りは各配信場所にあるメールフォームからどうぞお待ちしております。はい、 SNS での感想はハッシュタグカタカナの還元券で共有中です。つぶやいて。はい、では皆さん次回も感情の言語化を研究しましょう。バイバーイ。